こんにちは。あやはやチャンネルのあやです。あやです。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は昨日の動画の続きです。はい。昨日何やるって言ってた？福井博士からの福井博士福井福井違うって。ウィロー博士。はい、こちらの博士から、クエストを受けます。で、これ一番最初なので多分皆さんの画面に現れるんですよね。見といてよ。はい、OK。 はい、で、昨日言いましたよね、どっかにありますよって。どこにマークあるんですか？ここ、増えている。これママの携帯の方なので。で、ママさんのやつね。元気かな。しばらく会わないうちに随分とポケモントレーナーとして成長したようだね。なんかちょっと渋いね。変な人や。なんか山の人で。はい。実は頼みたいことがあってね。知っての通り、私は世界中のポケモン生息地の研究をしている。さまざまなテーマでフィールドワークをしているんだが、最近不思議な現象に出くわすことがあるんだ。この現象の謎を解くためには君の力が必要なんだけど、どうだい？手伝ってくれるかな？はい。手伝ってくれるかな？はい。うん、見欲しいもん。ありがとう。手伝ってくれるんだね。これ、キョッアウトしたらなんで手伝ってくれるの？そこら辺は気にしない。はい。操作機材の調整に必要なデータを揃えてくれ。ポケストップを5個回す。ポケモンを10匹捕まえる。ポケモンを5匹送る。を頼まれてくれるかな。はい、これがポケモンリサーチになります。これは幻のポケモンの姿を追え。1/8クエストがあります。お10個ももらえるよ、スーパーボール。で、これを上から順番にクリアします。そうすると下の報酬がもらえるそうです。はい、やった、付加装置がもらえる。はい、まあ、嬉しい。うん、嬉しい。クリアするごとにこのボタンもらえます。ボタンでかのハンコをしてもらいます。ピカチュウのスタンプポチ。何のスタンプかわかんないけど、ピカチュウ。はい、っていうことになります。だから1/8で結構遠いよね。頑張っていこう。はい、じゃあ閉じるよ。はい、で、まず最初にポケストップを5個回す。ねえ、これってさ、質問だけど、これって順番通りにやらなきゃダメなの？じゃないかな。違うんじゃない？やっていけばそのままゲージが溜まっていくと思うよ。じゃあそれもちょっと検討見ていこうか。うん、歩いていこう。あとポケストップなんだけど、あのジムにあるポケストップあるじゃんね。でもいいの？いいかどうかもちょっと確認しよう。今そこにジムあるよ。じゃあそこのやつをちょっと回してみよう。お、これも入ったね。入った。入るんだ。ポケストップになるんだね。ポッポ捕まえてみて。まだ上の段階終わってなかったよね。今入った？入った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 。あ、そうだね、同時進行ができるそうです。はい、やります。ポケモン GO。 じゃあまず初めてのポケストップを回して。あ、卵出た。卵も出たね。そのクエストの内容を確認してみましょう。ポケストポケモンフィールド出た。グレードスロー3回連続で投げるやって。無理よ、こんなの。うわー、レベル高。連続で投げる。何をしとるな。かぶす。あー、なんかつかけた。出たし、こいつ。今日のノルマ、まず5匹博士に送ります。はい、一気に完了。おお、完了したら黄色になるんだね。いや、一個ずつ報告できて。そう、それ報告してみようか。おお、できるかな。ちょっと一応ここパキッピー。
ゃあ、あの今日の方のスペシャルリサーチ見てください。はい、全部 OK ね。はい、はい、じゃあ押してください。はい、はい、受け取れるようになってます。色変わってるね。はい、受け取りましょう。仮想地ありがたいね。ありがとう、あやはや。これでどんな不思議な現象でも感知できるようになったぞ。これというのも幻のポケモンが関係しているらしいことまでは分かったんだ。幻のポケモンとは非常に珍しいポケモンであることから人々に語り継がれているポケモンだ。君の住んでいるポケモンの生息地にも調査装置を置いてきてもらいたい。相棒のポケモンと歩いているうちに卵をかえることも期待できるだろう。かえったよもう相棒と歩いて2個の飴をもらう。グレートスローを10回投げる。卵を3回返すをお願いするよ。無理でしょ、さっき帰ったしまた増えました。これが明日の。いや、博士は関係ないの。関係ないんやね。どんどんやってくれて、ね、ブルー今度は経験値と棒とボールやね。スタンプは飴を2つもらうって、これ絶対距離数ちっちゃいの持ったから。パパはあれでしょ、ホイル子でしょ、うん、さあでもさっきもらったよ。さっきはさっき2キロやで、ね、いける。グレートスロー、これ1万ね、なんてね。やだ、もう3つ返す。今ちょうどやり時だよね。でもね、うちグレートスロー、あれグレートスロー取ったよ。うちやっぱ連続じゃないとダメなんだ。いやでも1回こっちってなったよ。だからそれは1回連続じゃないから、これ捨てた方が良くない。連続難しくない。ママの方はこれ飛行系の、ポケモンを捕まえる3匹ね、は終わりました。今日の日にちが出た。いらない。ちょっと待って、フィールドワード、そんなにやってる。ちょっと待って、捕まえるの。捕まえるってことじゃね。報酬みたい。ママの成果、はい、捕まえました。ママの成果はこんな感じですよって教えたよね。もうめっちゃついた。どうぞ。はい、捕まえました。で、もしこの項目の中でできないと思うもの、ママグレートスロー3回連続なんて無理だから、これいらないよ、次の新しいの欲しいよって気は、ここわかる、ゴミ箱がある、うん、ゴミ箱、これを押します。はい、このタスクをキャンセルしますか、ポケストップを訪れて追加できますということで OK をします。ここで消えます。で、新しく私は追加2個できます。おーおーおー、見た見た、うん、何がもらえるかなっていう、ほら、謎のプレゼント、星の砂と謎のプレゼントとポケモン、これなんか形でもわかるよね。木の実ね。はい、頑張って貯めていきましょう。あやはやとこなかのクエストが終わったので、それを報告してもらいます。こっちだった、こっち、こっち、こっち、そのマークでポケモン出てくるんじゃん。そういうことなんだな、やってみようなら。どうぞだよ。こっち、またもらえる。もう一個押してみて。こっち。あー、いらない。頑張れ。いらない。大事に。じゃあ、はい、得意。いらない。どっちでミュウがもらえる？スペシャル。博士の方？はい。こっち。まるまり。経験値が一緒やん。まるまり。はい。で、今。で、これで今日の分日にち書いてあるよね、っていうのが終わりました。でも実はもう一個やってるんです。これを報告したらどうなりますか。これもう一個もらえない。もらえない、プレゼントもらえない。あ、あー消えちゃった。こっち報告してもハンコはもらえないけど、ここにあるあのプレゼント的なものはもらえるってことだね。はい、もったいない。じゃあもう最後2つ持って帰れるね。そこジムバトルだったよ。これそれ、それさっきやったのジムバトルやった。いいんじゃない。もう回しとけ回しとけ。何がもらえたと思う。あれもらえない。同じ場所からは1個しかもらえない。あれもらえてない。さっきもらったやつやん。あ、タスクを1回キャンセルしたよねママ、うん、それをそのまま同じ場所で回すともらえるけど、達成したタスクの場所のポケストップからはその日はもうもらえないってことだね。次回はなんとか博士の方を進めていきたいね。段落
博士とこちらも一気にやりたいね、次回の動画は。1週間後、まあまだ春休みの期間だからね、一緒に毎日できると思いますので進めていきたいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日も動画をアップするので見て見てね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ピジョンはおらへんやろ。この動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。